はい、ゼロから始めるヘアカット専門学校を始めます。名前の通りにナンバー0から一つずつクリアしていくとカットができるようにという企画です。今日から3日間ショートスタイルをやっていきます。今日は刈り上げない程度のショートカットをやっていきます。大体美容室ではひし形、あとは丸いシルエットを意識していくんですけど、第1回目今日のスタイルはこの2ブロックライン、この辺りですね、を短く切って、上をそれに合わせて全体的に最終的にひし形になるように切っていきます。まず頭皮に合わせて角度をグラデーション気味につけます。ここで一度ここの線にあらかじめラインを設定します。で、次にその下で、この耳周りはこの生え際に合わせてこの角度で切っていきます。で、頭の形は丸くなっているので、ここからこういうふうにちょっとなっているので、切り方もそのまままっすぐではなくて、このくぼんでるところはこうじゃなくてこっち側にこういう切り方になっていきます。生え際の形通りに引き出して切っていきます。で、後ろも頭のこの生え際に合わせて、頭の形に合わせそのままこういうふうに辺りは頭の角度がこうなってるので、それに対してコームを入れてグラデーションに入れていきます。で、チェックカット、こういうふうに今切ったので、この切り方の反対、チークカット、こっち側でしていきます。コームを入れるたびに頭の角度に合わせて全体グラデーション気味に角度を入れています。
ちで後ろを切ってるので縦に。ね、今でこのラインから下を短く切ったんですけど、次はこれに合わせてひし形になるようにこのライン、頭の骨格に合わせてまっすぐ引き出し、全体的に上の方が少し長くなるように切っていきます。で乾かしてみると、上の方からこういうひし形シルエットで、でも生え際に合わせて同じ角度で引き出してる状態で、頭の丸み、頭の骨格に合わせて切ってる状態なので、丸みと上のこういうひし形になるような感じになっていきます。あとはこれに質感調整、毛量調整していくと、ワックスつけた時なんかにかっこよく仕上がります。また明日は違うショートスタイルを切っていきます。今日は以上です。